こんばんは、YT ゲームへようこそ。今回は戦後処理のセリフについての動画です。この頃には捕虜というシステムがないため、捕まえた武将を即時処理しなければなりません。なので色とりどりのセリフがあり、ゲームに花を添えていると思います。そして、急ですが申し訳ありません。すべてのセリフを網羅できておりません。他にも知っているよ、という方は、ぜひ、コメントで教えてください。それではまず、東洋寺のセリフです。劉備や曹操を引き入れた時はガッツポーズですね。強豪は政治に期待して、まず左遷。この中だと文集が圧倒的に嬉しいですね。候補数や炎症も万能ですが、あと一歩の能力です。勘はギリがたいのでなかなか首を縦に振りません。このセリフが見れたらほっとします。欲は実力的にわかりますが、便器は迷った末とかと言われると、もやもやが残りますね。徐々に口が悪くなってきました。性格の悪さが滲み出始めていますね。続いては東洋失敗のセリフです。忠誠の高さが伺えるセリフですね。忠臣は二君に使えぬは名言です。郊外は最後の最後まで裏切らないですよね。このセリフをよく目にすると思います。この辺は捕まって覚悟しているようなセリフですね。ここまで言い切れらると解放したくなります。この辺もよく見るセリフですね。一度は逃がしますが、二回目は許しません。だんだん特徴が荒くなってきました。性格が歪み始めていますね。反抗がだだっこに見えてきました。このゲームで儲かる儲からないは関係ないだろうに。恐ろしいセリフですね。捕虜とは思えない悪態っぷりです。続いて解放時のセリフです。解放するときにこんなセリフだと嬉しいですよね。できれば配下にしたいと思います。現逆子の言葉は辛辣に思えますが、内心では恩義を感じていると思いたい。負け惜しみに近いセリフですね。いつでもかかってきなさい、また返り討ちにしてやります。さあ、徐々に口が悪くなってきました。人相もそれに合わせて良い味を出しています。ザ、悪役のような言い回しですね。目もギンギンです。最後に初段編です。君際は潔くかっこよくあってほしいですね。この将たちは良きライバルだったと思います。こちらのセリフは無念をにじませています。通常プレイなら私は準優を切らずに逃したいです。琉球の言い方は、波乱万丈だった。最後のイメージにぴったりですね。曹操は実に潔いですね。君主になるとなかなか、配下にならないイメージがあります。徐々にセリフが怪しくなってきました。情けない最後を見せないでほしいですが、もはや哀れみを覚えるようなセリフです。解放した時のあの強気は微塵も感じません。次に君主の場合のセリフです。君主の東洋寺のセリフです。一般武将とは違ってきます。劉陽さんはどのシナリオでも追いかけ回されるので、本心だと思っています。続いて解放した時のセリフです。次は勝つ、ですが、韓服も劉陽も、炎症や孫一族に滅亡させられる、イメージしかありません。続いて東洋寺に拒否のセリフです。クリスタルプライドの高さを伺えます。その最後の意地を見せるようなセリフですね。こうなってはもはや切る以外にありません。誠のものの筆であったと思います。続いて初段寺のセリフです。君主の最後は情けないセリフはありません。どれもかっこいい言葉を残しています。このセリフは特に好きですが、配下武将が全て投用されていた場合は、悲しいですね。それではここで私の好きなパターンを紹介します。先ほどの東洋失敗時に、捕虜の分際で悪態をつく愚か者がいます。こいつらを処断するときに、意欲棒をされたときがやけにすっきりできます。黄金族や南蛮の武将は性格が悪い奴が多いので、断ってこないかなーといつも思っています。それではサムネ画像の動画です。三国志5の特殊武将である水鏡先生は、特別なセリフが用意されています。東洋、解放時には、よいぞ、よいぞ。東洋失敗時には、ダメじゃ、ダメじゃ。初段の時には終わりかな、終わりかな。
結構お茶目なセリフですよね。癒し的な存在の水鏡先生ですが、私の中で特に好きなやりとりがあります。戦後処理ではないのですが、放浪中に弛緩するイベントで見られます。この時もお茶目なセリフですね。ここで登用すればいつもの陽気さです。ただし弛緩を拒否すると急に真面目になります。さすがにショックだったんでしょうね。このコメント見たさに私は絶対に水鏡先生を配下にしません。ごめんね水鏡先生。皆さんの好きなセリフがありましたでしょうか。以上、やってみたかったのコーナーでした。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。